ニコラ・ベルナール・レピシエはフランスの画家であるパリで生まれた父親のフランソワ・ベルナール・レピシエ母親のレネー・エリザベス・マルリエの二人とも有名な版画家であった父親から版画を学ぶが目が良くなく絵画に移り16歳頃からシャルル・アンドレ・バンローなどの有名画家から絵を学んだ1759年にローマ賞の2位を受賞したが イタリアなどへの留学は行わず、フランスで活動をした。王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれ、1769年にアカデミーの助教授、1770年に教授に選ばれた。レピシエの教えた学生には、カルル・ベルネ、ジャン・フレデリック・シャール、ジャン・アントワーヌ・テオドール・ジルースト、ジャン・ジョゼフ・タイアソン、アンリ・ピエール・ダン・ルー、ジャン・イコール・バプティスト・ルニョー ニコラ・アントワーヌ・トーネーらがいた。歴史画で評価された画家であるが、ジャンシメオン・シャルダンの影響も受けて、ファンションの気象のような風俗画を描くこともあった。ありがとうございます。